よし、レベルアップ。捕獲用間に合いませんね。まあ、いっか。工場から動かしてた俺、ね、700か、これはちょっと、仕方ない、切っとこう。切断よくお使え、倒せるわけじゃないけど地形効果は効かないはずだから。サイドポットだし、ギリギリまで減らせるだけ減らしておこう。よし、ミス。ミサイルポットだったらよかったのに。よし、いいぞいいぞ。レドラーいけるんじゃない、そのままいけば。そうそうそう、アイアンコング結構ミスるよね。最初帝国のアイアンコングを出したとするじゃん、フラコマンドで。レベル上げが大変なんだよ、このノーマルコングの場合。ハイブリッドアーマー知らない、残念。アイアンコングが限定型になればすっごい使えるんだけどさ、マーク2でもまだ使えないもんね。それは使いにくい、アイアンコングは。よーし、倒せた。壁があると家電流消耗電かな。もう間もなく2時間ぐらいになるんじゃない。テレビのタイマーが表示されたんだ。もうすぐしばらくで切れますよみたいな。2時間タイマーにしてあるから多分2時間ぐらいかかってるような気がする。ここに来たら家電流消耗時間です。ここで姿を現しても風に撃たれる。待てよー、700か、やめとこう。スネークスのバルカンやめとこうかな。待って、隠れとこう。バルカンでチミチミ HP 減らすっていうのも考えられるんだが、さあどうする。来た。待って、撃てるか。捕獲用の無理だ。ミスった、よかった。あー、いた。何、どうかな。よしよし、切り入れだろ。300、300、
前回400ぐらいだったから、まあ、2分の1とか100ぐらいだろうと思ったのが、これ以上スネークスのバルカンデモを減らすのがちょっと怖いぐらいだったから、いきます。さあ来ましたよ、 52% いけ。ダメよ、ダー、よし捕まえた。これで3体目だ、ハンティング成功だ。間に合った、間に合った、回収間に合った。よし、この地雷回収して終わりだ。よーし、限定型ウルトラザウルスだよーし、アイアンコング限定型でしょ、3体目のデスザウルでしょ、2体目のウルトラザウルス。よし、まあ、レベル上げはしないけど捕まえるのが楽しい。次は何、ああここね、うん、山ばっかりだ。まあ設定とかは次回にするか、次回にしようか、ちょっと長く撮影しすぎたから一回セーブで終わります。容量が心配あるからね、撮影が。見て、バグってるでしょ、200時間超えたらこんな風になったよ多分200時間超えてると思うよ。よし、それではまた戻ってきます。